雷調査隊始まるよイエイ、はい、はい、始まりました雷調査隊。この番組は、日本の人、食、歴史、文化を紹介する番組です。ユーストリームを使いまして、はい、全世界にお届けいたします、生放送の参加型番組です。やった。この番組1時間生放送でお送りさせていただいております。チャット、ツイッターでの参加どしどしお待ちしておりますが、ぜひともこの番組はチャット参加をしていただきたいなと思っております。お願いします。ユーストリームさんにご登録していただけますとすぐにご参加いただけますので、ぜひとも1時間我々に絡んでください。よろしくお願いします。ということで、はい、始まりました。今日も雷調査隊。はい。こともね、今日はね、あの月末恒例のですね、本部からね、復刻版を、はい、お届けするわけなんですけどもね、ちょっとね、僕気になったことがありまして、一つ、どうした、ほっぺ毛が何だ、本番前に言ってたって広まっとってなんかすごいやっぱ気になるな。じゃあちょっとほっぺ毛見えへんやろ。いやすごい、なんか多分見え、うわ、見えてるよ。見えへんってアップせえへんから、ほっぺ毛大丈夫。なるほどな、やっぱりとうとうしんちゃんも、ちょっとマネージャーやったとうとうしんちゃんもそういうお年に召されましたかってことで、ね、ヒゲは生えるよそりゃ。ヒゲ、あ、ヒゲ生えるの。生える生える、それも、あ、剃るの、うん、剃るでしょ。いや、俺は剃るよ、でもさ、なんか生えないイメージがあるじゃん。それも困るよねイメージってあるやんかそう、毛がないイメージやんか、ボー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 よね。ここないけどないよ、ないよ、ここないよ、胸はないけど。だってほら、もうね、オーバーオールのね、間からもう、出てないからすごい、ね、迷惑な迷惑な感じやわ。大丈夫かなと思います。大丈夫です、ね、全然大丈夫なんで、はい、皆さんね、毛の処理とかもね、本当に怠って今ではさ、ほら、なんか、何、あの永久脱毛あるじゃないですか、ね、うん、どう思います、永久脱毛について。いいんじゃない。でもさ、やっぱり人間たるもの、やっぱじゃ多少はさ、毛あった方がいいでしょ、まあまあ、でもなんかさ、何が必要なのかがよくわからんかったりもするやん。何が、毛が、指のここの毛とかさ。いやでもそれは、毛っていうものはもともとそうやって体を守るためにこう、あの、生えるらしいんで。じゃあ抜けてきた人はどうな、守らなくていいってこと。いやいやそれはそうあの、違うよ違うよ違う違う、語弊語弊語弊よね、語弊よね、あれないの、そういう、あの、脱毛する予定とか。脱毛、一回雷調査隊で、はい、その何、レーシックの、ほう、あ、やりましたね、やりましたね、はい、昔ね、あれどれぐらい前なんだろう、あれはもう3年ぐらい前じゃないですか。 そんな前か、はい、レーシックのしおりんがね、そう、手術する前と後みたいな感じで、はい、うん、生放送の間に手術をしたんですよ。その回があって、はい、でそこの方が本当美容関連もされてたんで、毛とかそういう永久脱毛とかも全然来てくださいみたいな言われた時は心動かされた。あ、なるほどね、うん、でもなんかそのね、あの、その言ってたお医者さんすごい、あの、ひげボボだったけど、言わんとね違うっていうかさ、うちらいつ自己紹介するの。あ、そうか、そうか、そうか、それやんないとね、誰かわからないからさ、ごめん ねみんな、はい、ほんとごめんね、ほったらかして。じゃあ早速、行かせていただきます、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。私がこの雷調査隊の隊長を務めさせていただいております、くまちゃんこと、くまちゃんこと、くまちゃんこと、くま川雄大です。どうぞ皆様、よろしくお願いしまーす。はいよー。くまちゃんさ、ここのひげは伸ばしてんの？単純にね、うん、あの、剃り忘れ。ここね、ここですね。ここね、うん、なんかよく生やしてる人いるじゃない？うん、あの、いてるいてる。全然僕おしゃれじゃん。とかそういうのが生やさないからさ、うん、あの、剃り忘れない。剃り忘れ、あ、オッケーオッケー。あの、めんどくさいっていうね、この毛はね。え、この毛は剃りますよ。こう、下だけ残す。そう、残すっていうか、忘れるっていうことなんですけどね。あ、はい、そういう方もいるかもしれないんでね。そうですね。はい、同盟を結んじゃってください。よろしくお願いします。続いていきましょう。はい、雷調査隊にて、副隊長を務めさせていただいております。はいはい、おしんこと。うん、おしんこと、はい、おしんこと山本慎一です。本日も1時間笑って福を呼び寄せましょう。よろしくお願いします。痩せた？
太ってないです。太ってない。太ってないです。ってことは変わりない。いやちょっと問題問題これ問題よ。これ問題。ダメよダメだ。すいませんでした。この番組は日本の人食歴史文化を紹介する番組でございますということで、うん、まあごめんなさいね、チャッターさんのことすらほったらかしな私たちでございますが、何言ってるんですか、今から紹介しましょうよ、今からいきますよ、はい、よろしくお願いします、覚悟しててや、はい、ではお呼びさせていただきます、はい、ありがとうございます、 DTK2012 さん、こんばんは、はるももさん、こんばんは、こんばんは、ハイファントムさん、こんばんは、ひとみままだよさん、こんばんは、いつにゃん、こんばんは、ケイチクラブさん、こんばんは、さつゆきつのはらさん、こんばんは、かよねこさん、こんばんは、みみろるさん、こんばんは、村正さん、こんばんは、鬼の家さん、こんばんは、塩黒子さん、こんばんは、そらさん、こんばんは、ということで、はい、嬉しいですね、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃん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 、うん、あのゲストさんもね入っていただいておりますんで、はい、あのぜひともポチッと、あでもいいでもうでもなんでもいいんで、はい、打ち込んでいただいて入ってきていただけると嬉しいなと思います、はい、お願いいたします、あのそらさんがね、うん、剃りなさいよって言ってるわ、やっぱ剃った方がいいのかね、やっぱり、うん、なんかヒゲ好きな女性とさ、ヒゲ嫌いな女性いるじゃない、あ、そっか、あの女性の方、あ、ね、本当だ、ちょっとあのちょっと女性の方に、うん、聞きましょう、まず聞きますけども、女性の方限定でね、うん、あなたは、ヒゲ好き派嫌い派、さあどっち、ね、おしんどっちやろ、お前は男だろお前は男だろ、はい、あ、いつにはない方がいいって、あ、本当に、あのね、その前に、うん、あ、い、う、うとかみんな呼んでるからね、そうですね、みんな知ってる声だから、目に入ってきますからね、う、はい、もう、どうなんやろ、いつにはない方がいいって言ってるわ、あ、ひとみママもひげ嫌いって、へー、やっぱすごいひげ好きな人もいるじゃん、うん、なんかロン毛でひげっていう、あ、いるね、いてはるいてはる、カフェの店員さんみたいな、いてはるいてはる、そういうのすごい好きな人いない、ね、うん、あ、おるおる、ミメロールさん、二択、二択です、え、ちょ、待って、他に何があるのヒゲありなし、うん、剃り忘れってこと、あ、なるほど、あ、それいいですね、なんか武将ヒゲ的なね、あ、武将ヒゲ、うん、それもいい、ヒゲありなしやろかよねこさん、どっちでもいい、似合ってればあっても構いません、あ、俺、あ、似合わないでしょ、俺がヒゲ生やしたところでさ、ね、どう思う、あ、でもあんまりイメージつかんよね、そうでしょ、もう僕はもう本当にこのツルツルのね、うん、お肌が似合うだろ拾わんで、ね、あんま、ね、うん、あの塩さんがね、はいはい、あんま好きじゃないと、中1女子、ほう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 、中学生は、あ、中学生はね、でも中学校の方でも中学生の方でもヒゲ好きっていう方もいらっしゃいますからね、まあ、まあ結局どっちもいるって話やねそれ言っちゃったら、そらさん、あってもいいと思うわよって、ああ、あ、じゃあそらさん全然違うやんついつい呼んでしまったっていうね、呼んでしまった、はい、DTK さんがね、ヒゲは常に剃ってますと、うん、いつにゃお兄ちゃんに昔ヒゲでほっぺずりーってやられて痛かった、あ、それ CM でもあったよね、あ、あ、鬼の家さん、これこれこれ痛いのよヒゲがって、あの 元木さんの、元木さん、元木さんですね、と赤ちゃんがこうズリズリってして、赤ちゃんが言うやつね、はいはいはい、ありましたね、ありましたね、ったった、あ、懐かしい懐かしいね、え、うん、それだ、ミミロールさんもね、似合っていればいいと思うんですが、あと DTK さん、日本人はヒゲは似合わないと言われてますと、そうですよね、はるももさん、ヒゲはない方がいいですね、はい、あ、じゃあもうね、圧倒的にね、ちょっとヒゲない方、うん、ない派が、ね、でも多いね、多いですよね、女の子には、確かに、じゃあもうヒゲね、すぐ、生やしたいと思います違う反して、反していくけどね、お、ありがとうございます、あ、これ、え、はじめまして、そうですかね、コモと高明さん、コモと高明さん、コモと高明さん、ありがとうございます、こんばんは、ありがとうございます、こんばんは、雷調査隊でございます、雷調査隊です、嬉しいですね、はい、高明さん、高明さん、嬉しいで、はい、ありがとうございます、こんばんは、隊長って、あ、こんばんは、隊長の熊川雄大です、おはようございます、はい、ね、うん、さあ、ね、まあね、ヒゲの話を、まあ、去ることながら、はいはい、先週も来てくださっててね、そうだそうだ、ありがとうございます、あ、本当です、あ、すみません、ありがとうございます、さあ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 、今日はですね、はいよ、なんとこの雷調査隊の本番前に、うん、以前ね、あの雷調査隊にゲストで来てくださいました、舞台スティールスティールスティールの、2回ですね2回か3回いらないです、毎回ね忘れちゃうんだよな、そう、このね、スティールスティールを、我々、ね、隊長と副隊長で、はい、感激してまいりました、はい、感激調査ね、うん、
調査してきましたよ。はい、もうね、見てください。こんな素晴らしい人たちがいっぱい乗ってますよね。多い多いね。多いんです。多い多い。はい。そうなんです。ね、さあ、で、そのね、まあ、うん、A チーム、B チーム、C チームというこのトリプル公演なわけなんですけれども、はい、今日はね、我々見てきたのは、B チームを見てきました。ちょっと、ちゃんと言ってあげて。B チームを。ちゃんと言ってあげて。B チームを見てきました。B チームです。ね、まあね、この、あの、鈴木総一郎くん。ちゃんと言ってあげて。鈴木総一郎くんね。総一郎くん。頑張ってたよ、総一郎。頑張ってましたね。総一郎くん率いるね。うん、このね。B チームメンバーね。みんなキャラ濃くて。個性派チームですわ、B チームが。そうですよね。まあでも、もともとさ、このスティールっていうのは3年前に、うちの副隊長の山本慎一くんがね、はい。まあ主演でね。そう、初演の主演は私でございますわ。そう、初演の主演をね。ちゃんと言ってあげてたから。務めたわけなんですけども、どうでした？あなた一回初演を務めて、ね、再演を見たその感想をぜひともね、ちょっとなんかね、うん、いやでも実際自分出てた時は、その客観的に見ることができなかったから、シングルだったし、他のキャストがいなかったから、はい、だから今回普通に客観的に見て、あ、なんかパワーあふれる面白い作品だなって、スピード感があって、なんかみんなやっぱ若い方々がね、フレッシュフレッシュ、当時だって31ぐらい、違いますまだ20代です。20代でしたかね、うん、でもあの時でも25 26 26か27だよ。26です。え、嘘だ。え、27になる年でしょ。27になる年っていうことは、あ、俺の、あ、そうや、年の時に、そうそう、スティールやった。なるほどな。へー、何が言いたいの。高明さんがね、イケメン多いって、はい、イケメン多かったね、多かったね、イケメンがね、で、可愛かった、みんな可愛かった。そらさんがね、滑舌とか、鈴木さんは便所裏にいますとか。あ、そうですね。あ、で、一回なんか鈴木さんをなんか閉めたとか閉めないとか、なんかそういう便所裏に連れ込んで、まあ、そこはね、あんまり言ったらあかんから、もう。まあでも ね、鈴木総一郎くんは本当にね、以前さ、雷調査隊にもね、来たじゃん、来てくれました。はい、ゲストでね、うん、垢抜けた垢抜けたね、ね、垢抜けた垢抜けたけど、滑舌はなかなか垢抜けない。ちょっと頑張ってるのよ、頑張って。いやでもパワーがね、やっぱ出てました。おー、ありがとうございます。はい、ひなさんこんばんは。ありがとうございます。ひなさんは初めましてですよね。ひなさん、嬉しいな、嬉しいな、ありがとうございます。はい、まあ、ということで、うん、今日金曜日で、あと土日公演、うん、日曜までやってるんですね、30日までやってるんですけど、はい、A チームがちょっとお席の方がいっぱいということになってるんですが、A チームはもう本当にね、限界を超えちゃったらしいんで、ね、すごい反響でね。でも、はい、B も C ももう全部面白いの。いや、もうね、多分ね、同じストーリーなんだけど、でもね、うん、色が違うから、また違うものを見てるような感じになると思いますので、ぜひともね、こちらね、スティール、池袋にありますね、はい、シアターカッサイというね、見てください、あ、シアターカッサイ、ね、まあ、ここを開いてもよく分かんないんですけども、まあ、シアターカッサイという、ね、劇場がございます。そちらに、30日日曜日まで、演じておられますので、やっておられますので、はい、ぜひともね、ちょっと本当に、まあ、池袋の、ね、周辺をね、まあ、サンシャインとかね、こう散歩してたりして、あ、そういえば池袋にシアターカッサイってあったな、よし、じゃあスティールを見に行こうっていうね、そういう風になったりね。そう、それもいいよ ね、でもこっちをメインにしてもらっても全然いいからね。そう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 、池袋ね、なんか本当にクレープ食べようかな、ついでにみたいな。そう、違うやろ。クレープ食べてるって、あ、なんか、あ、ちょっと暇だから行こうか、でもいいよね。まあきっかけはね、そう、どうなんでもいいんですよ、触れていただけると、はい、ただね、すごいやっぱ面白い舞台なので、本当に面白い、うん、ぜひとも皆さん、はい、本当にあなたの心を盗まれに行ってください、よろしくお願いいたします。で、今日ね、はい、終わった後ね、ちょっと取材っていうか、うん、はいはい、まあ、今日の放送には間に合わなかったんですけど、はいはい、ちょっと取材をね、うん、銀が全員揃ったからね、今回3チームの銀と、あ、初演の人 と A チーム、B チーム、C チームがね、はいはい、でちょっとインタビューもしてるんで、それはまあ今日中に上げれたら YouTube の方でね、うん、アップさせていただきますんで、そこの方もチェックしていただけると嬉しいなと思います。はい、よろしくお願いします。ね、くまちゃんの一人芝居はって。いや一人芝居、うん、何をおっしゃってますか。はい、でもね、うん、今日ね、うん、今日もね、なんと、おはがきをいただいてるわけなんですよ。
作りましたね。はい、ありがとう。おはがきをいただいております。おはがきをいただいております。おはがきをいただいております、うん、はい、ですね、今日はですね、長崎県のですね、佐世保市にお住まいのですね、長崎県、はい、おでんくんさんから、いただきました。長崎県おでんくん、はい、うんどうしました？おでんくん、もう一回場所を教えてもらっていいですか？どこにお住まい？長崎県の佐世保市。長崎県、はい、県の佐世保市に長崎県お住まいの、おでんくんさんから、いただきましたよ。おでんくんさん、はい、あ、見たことないかな、おでんくん。ぜひともチャットにね、うん、そうですね、はい、来ていただけると嬉しいなと思います。さあさあさあ、行きましょう。じゃあ読ませていただきます、はい、やっほー、雷調査隊のみんな、おでんくんだよ。いつも楽しく拝見しているよ。やった。最近梅雨で僕の頭もジメジメだ。何やるにしてもイライラ。このイライラをどうしたらいいのか教えてほしいよ。よろしくって書いてありますよ。ああ。でもおでんくんって言われるとさ、なんかもう髪の毛がこんにゃくみたいなスタイルの人なのかな。いや、スポーツ狩りって書いてある。あ、スポーツ狩り、待って、スポーツ狩りくせきあんま関係ないと思うんやけど。違う、あのね、違う、あのね、うん、僕の頭もジメジメだって言ってるけど、うん、違うんですよ。あのね、なんかね、多分イライラしてるっていう風に言ってるじゃん。だから、その梅雨ですごいイライラされてると思うんですよ、何をやるにしても。はい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 。ジメとしてるとさ、何かしらやっぱイラッとしたりしない？まあまあまあ、ね、皆さんどうですか？やっぱ梅雨時期ってちょっとテンション下がったりもするもんね。はい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 、このタイミングでありがとうございます。ようみさん、ようみさん、こんばんは。ありがとうございます。おはがきの、ね、コーナーをやっております、ね。はい、ちなみにさっきの、ね、ひなちゃんっていうのはね、ママの娘さんらしい。ひなちゃん、ありがとう。ありがとう。ようみさんが遅れました、こんばんはって。全然大丈夫よ、はい、ありがとうございます。はい、ね、DTK さん、うん、このコーナーチャット炎上するぞって大丈夫よ、うん。まあでもね、このね、やっぱり梅雨でさ、うん、まあイラ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 するわけなんだ、うん、ね、うん。僕もね、最近ね、本当すごいイライラすることがありまして。あ、何何？まずね、まあ天候にイライラしたのね。ああ、なんかあるちょっと撮影がありまして、うんうん、ある撮影中にね、もう本当はね、外で撮るあの撮影だったんですけど、はいはい、もう梅雨でさ、もうずっと中で撮ることになって、僕が全然もうイメージしたの全然違う感じに ね、 ね、この前の水曜日ねそうそう、この前の水曜日すごい雨あった。そう、学問所終わった後にね、ある撮影があったんですけどもね、はい、もうもうね、本当にね、イライラするのね。そう、あのね、あ、多分ね、はい、イメージなんですけど、イメージなんですけどね、あのね、まあ、お住まいになられてる部屋とかもあると思うんですけどね、その人の前とかでももう、うんうんとかやってちょっとやるタイプですもんね。やるやる、俺もう見境なしに見境なしになっちゃうからさ、超イライラしちゃうんですよ、うん。ない？あなた、イライラすること。最近イライラしないんだよね。あ、昔はやってたんですか？超すぐすぐ、あのね、昔ね、居酒屋で働いてた時はお客さんとめっちゃ喧嘩してた。あ、そうなの？そう、この野郎とか思って、うん、なんでなんでなんで。え、じゃあ、あのね、これ私の勝手な持論なんですけど、はい、お客様は神様ですっていうのが、はい、ちょっと私は違うんじゃないかと。あ、お、それ聞きましょうよ、はい、うん。お客様はお客様であって、うん、神様ではないんじゃないかと。まあでもそれはでも分からなくもないな、うん、確かにね、お客様としてのマナーはあるから、うん、って思ったりもして、その時はね、あの子供だったんですよ、まだまだ10代ピチピチしてた時やから。あ、そうなんですね。ピチピチしてる、今もピチピチしてるけど、ね、もうもっとあの水がすごい弾く、染み込まなかった。ピチャーってなってたね一回染み込んで下から落ちるぐらいだもんねそうそうそう、絞れちゃうからね。絞れちゃうからね、はい、なんかいろいろね、書いてありますけどもね、はい、ね、うん、な、何、ね、もう全部自作自演とか。いやいやいや、何をおっしゃいますか。これ本当おでんくんさん、あのね、一昨日届いたのかな。一昨日。一昨日。飼い猫さんがね、イライラを、はい、イライラ要因をなくす努力をするしかない。宿毛矯正しましょう。でもスポーツ狩りやから多分宿毛を当てられへんと思う。このね、おでんくんさんが言ってるのはその頭のことじゃなくて、多分頭の中のことだと思うんですよね。その頭の中がすごいイラついてるとか、そういうことじゃないんですか。脳みそってこと。そう、脳みそがもうすごいもうイラ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 されてるのかなって思って、でそれをどうしたらいいのか教えてほしいよ、よろしくって書いてあるからさ。みんなどうなんやろ。あ、そらさんがね、はい、
僕は働くときにモットーとして自分の感情を持ち込まないを掲げています。あ、めっちゃいい。うん、偉いね。プロプロプロ。プロプロプロ。そうですよ。高明さんがね、はい、喧嘩してクビになれなかったのかって。そうだよ。ね、どうですか。こっちさ、お客さんとようバトるの。バトってて昔ね、本当昔、はい、バトっててんけど、不思議とね、うちクレーム出たことないね。へえ。最後お金渡すのやっぱり。渡さんは。ごめんねっつって。渡さん、逆にあの謝られたことはあった。なんで？すごいなんかこうこうなちょっとねこうした方がお互いいいと思いますよみたいな話を一回なんかあったのちょっと、はいはいはい、オーダー取ったりその時にさ、はいはいはい、でその時はそのお客さんもお前何様やねんみたいな感じでこうバーって来たけど、うん、まあでもそっちの方があの早くドリンク飲めますしみたいな感じで言ってたらあ、まあ、そのお客さん帰る時に呼び出しくらってで、ああ怖いわって言ったらあ、最後仲良くなった感じね。さっきはごめんねって、ああ僕も大人げなかったみたいな。そう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 、そういうことが多いの。うん、ごめんな、ごめんな、全然広がらんけどごめんな全然気にせえへんで、うちらなんかすごいまだ面白いエピソードあるじゃないですか。俺一回聞いたんですけど、なんかしんちゃんが、うん、あの何なんかやたらお水をくださいそれ言ってほしい。ちょっとちょっとみんなにもぜひ伝えてほしい。これね、うん、めっちゃくだ私ねくだらん嫌がらせ大好きなんですね。はいはいはい。で、あのその居酒屋で当時働いて昔ね働いてた時にテーブルがあって座敷で八名掛けに八名さんが座ってたんですね。八名掛けに八名さん、はいはい、そのお客さんがとにかくベルをもうひたすら鳴らすの。ああでもうああちょっと忙しいのにとか思ってお待たせしましたってお伺いに行ったらあの誰もこっち振り向かんない無視、うん、お待たせしましたって言ったのに無視で、はい、ああちょっとイラッときたとか思って何も言わず立ち上がってんな、はいはい、で行こうとしたらお水って言われてあ、お一つですかって言ったら人数分って言われたの。もうね私もイライラしてたから人数分頼んでお前ら全員飲むんかよって思ってやるか。それすごいわかります。飲まんやろ、うん、みたいな、うん、飲みたいの一人ぐらいやんか。そう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 なんだよね。俺もちょっとそれね昔経験がありますよ。あるでしょ、うん、そうで思ってでもまあいいってな、うん、で、まあ、こういうテーブルやとしてな、はい、座敷があって、はい、じゃあ、はい、くまちゃんここ一番端っこやと思って、はい、みんな で、ね、でうちがお待たせしましたって言って置こうとしてんけどね、はい、向こう向いてこういう感じでいたの。一番角の人ね、うん、一番角の人がこういて、うん、でうちがお待たせしましたって置いてんけど全然振り向きもせんかったのあらあらお水さんあるのに腹立って、うん、腹立ったからさお待たせしましたって言ってこの人の周りにお部屋を8個並べて囲んででもクレームにならないように笑顔で失礼いたしますって言って去っていったっていう。なんならさもうこの8つその人の周りに置いてもう全員分さ64個ぐらい持っていってさあのお水が全員の周り8個シャープ呼ばれることもないじゃん、ね、飲みたかったんでしょ。お部屋そんな飲みたいならくれてやるよみたいなね、はあそれは腹立つなって、うん、どっちやろ、うん、ね、いつも混んでるかも分かるし回り方も知ってますよ。どういうこと？イライラ何ディズニーランド。あ、ごめんな全然呼んでなかった。あかんなあかん大事にしよう。ちょっとうちらが喋りすぎてるわ。はい、家が商売やってるし、はい、ディズニーの精神からこのモットーを掲げていますとサラさんが言ってたね。あ素晴らしい。はい、なんか勉強でテスト勉強イライラしてて音楽が助けてくれたと塩さんが。あ、音楽っていう手もありますよ。音楽いいね、うん、いいよいいよいいよ本当。ひいママがね、あのね喜怒哀楽の塊だなって。誰がですか？あ、あなたか？あ、違う違う、え、私ってママ。あ、ま、あママそうだかもしんないですね。ねえ、うん、すごいわかるわ。ちょっとママ変なこと言わんとってな。ないなんか私は染み込むんじゃなくて弾くとかちょっと何を言ってんの。同級生だからね。いや年上よ。あ、年上か。1ヶ月年上。あ、でもそういうのも気にされるんですかやっぱその。ごめんなさい、ちっちゃい人間だった。ごめんね、ちっちゃい今ちっちゃいな、ほんとみじんこみたいな心やからダメだわね、いっぱい。あ、僕はいつも何かしてもらったら会釈しますよってそらさんが、うん、そういうのいいよ、そういうの大事ね。まあみんな音楽とかイライラするとダメだからなるべく我慢って。ミミロールさん、どうすればいいんですかね。そもそもまた話は本題に戻りますけども、イライラをどうしたら、まあ梅雨のせいで、まあ、イライラされてるっていうことなんですよ今回は。
梅雨のジメジメがイライラの元ってこと？多分そうだと思いますよ。砂漠に行こう。鳥取砂丘。鳥取砂丘。あ、まだ誰もいらっしゃいません。鳥取。鳥取砂丘とかってすがすがしくそうじゃない？うん、まあでも。あと北海道はどうですか？北海道はなんか梅雨がないっていうイメージが、ね、ありますよね。丸政さんどうです、はい、あ、そうや、梅雨ないって言ってましたよね。そう、6月にあの、ね、体育祭があるというぐらい。そうだ。そう。え、実際気温的にはどうなんだろう。あ、それ聞きたい。今北海道の今とか教えていただけたら嬉しいなと思います。ミジンコみたいな心みたいですけど、そんな歌なくていいんよ。金猫さん家でしたらって。あ、家でした。あ、じゃあ家でしたら。あ、家でね。南国にゴー。うん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 、うん、ねえ、しんちゃんは38歳ってことってうちの姫が言うとるって。ママの娘が38、ね、違いますよ。ひなちゃん40ですね。そうです。そうなんです。加齢臭半端ないよ。飛ばすからね。ほら画面越しでみんな、ほら、ほら匂い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 、ほらみんな今画面見てる人みんな匂うで、これ。うれ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 。あ、一人減りましたね。戻ってきてごめんなさい。フローラルフローラル。大丈夫よ。ね、梅雨のない国ってあるのかなって。いや、そんな多分あるとこはあるんじゃないですか。どうしました、どうしました。なんやねん、うわ臭いとか匂う匂うとか。青い人40歳ですよ。なんやねん。北海道の 今は肌寒い感じですと。肌寒い感じ。じゃあちょっとなんか本当羽織一枚羽織って、そのくらいがちょうどいいよね。でも本当にすごい思います。本当にそれぐらい。でもまあまあそうやな、梅雨。どうしてあげたらいい。これでも結論出してあげんとな。おでんさん、おでんくん、わかりました。じゃあすごいな、ほんまに。やっほー、書いてあるでしょ、ほら。やっほー、書いてあるんですよ、ちゃんと。ほら、おでんくんだよ。おでんくんだよって言うこらんよな。これいつ書いたん。いや、いつ書いてないですよ。かねやくさんがモンスーンアジアをやめといて、アラブに行きましょうって。アラブね、なんかね、もう手軽にイライラ解消できる方法とかないんですかね。そう、手軽だから、そう、どっか行くとかじゃなくって、ほんと身近なものでこう解消できる。例えばさ、音楽だったりとかね。他にはなんか、うちには寝る。あ、寝るね。しおさん、イライラ解消のために大声で歌おう。カラオケいいかもわからないですね。カラオケいいね。カラオケいいよね。ね。あ、いいじゃん。あ、結果、結論出ました。はい、はい。まとめた、まとめた。はい、まとめました。うん、まあこうやってね、ジメジメ、ジメジメしてるじゃないですか。で、何やるにもしてもイライラする。そういう時はですね、もう本当にクーラーがガンガン効いたカラオケボックスに行きましょう。行っちゃおう。おでんくんさん。そう。そうすることによって、もう本当ね、もう声を出すっていうことはもう何かしらもうね、ストレス解消なんだよ。ねえ、ほんと、おでんくん、おでんくんのどういう気持ちで今聞いてんのかな。何、どうしました。そうですよ、入ってきてくださいよ、おでんくんさん。おでんくんってさ、何でこれの番組知ったんやろ。マンゴーさんは携帯、じゃパソコン持ってないって言ってたやんか。おでんくんさんはパソコン持ってる。いとこから聞いたって言ってます。あ、いとこから。いとこから雷調査隊、PS、いとこから雷調査隊を聞きましたって書いてあって、いつも楽しく拝見してますって言って。だからじゃあそれがきっかけなんですよ。いとこから聞いて、そこから拝見してくれて、嬉しいな。そうみたいな。パソコンはじゃあ持ってるのかな、おでんくん。あー、書いてあった。パソコン持ってますって書いてある。あ、じゃあ入ってよ。ただキーボードがありませんって書いてある。え、キーボードがないパソコンなんてあるの？なんかキーボードが全部、あ、ほら、ほら、お母さんから布で隠されてて、なんか布でタイピングができませんって書いてある。ちょっと待って、なまずさ、この番組をどうやって打ち込んだ？いや、それはさ、マウスとかさ。マウスマウスで。しおさん、私のいとこをやって。ほら、やっぱほら、ね、ほら、しおさんのいとこですよ。冗談って。マンゴーさんどこ行った？ほんまやんな。そうですね、マンゴーさんのこの後も気になりますよね。なんかすごいバイト先の、ね、男の人、すごいね、イケメンさんを好きになって。そうやね、どうしたら。ぜひとも その後も ね聞きたいなと思います。 ということでね、おでんさん、おでんくんさん、ね、このイライラするときは、クーラーが効いたカラオケボックスで大声で歌いましょう。これでね、あなたのイライラも解消されるはずです。はい、ね、あとね、鬼の家さんがね、プチプチって言って、
あ、これね、よくあの宅急便とかで送ってくれるでしょ。そうそうそう。あ、あれ、あれ一個ずつやる派。うちはさ、あれぐるぐる巻いて一気に。あ、俺も。ね、あれ分かれるよね。一、うん、個ずつこう、もうそういうの見てたらもう全部やりたくなる。俺ぐるぐるって言うね。ね、うん、あれ気持ちいいわ。ね、あれ気持ちいい、はい。これもさ、そのぐるぐる派かさ、なんかパチパチ派がさ、うん、これもしかしたら県民性が分かるやもしれない、ね、かな。うん、いつにはぐるぐる派って。あ、いつには、うん。やっぱ結構ぐるぐるの人多いんや、ね、絶対。あ、分かるって書いてありますね。ね。はい、あ、最後に、ね、村松さんがね、うん、基本的に梅雨はないのですが、うん、近年の傾向でゲリラ気候的なものが北海道にも出るようになりましたと。へー、急にいきなり雨がバーッと降ったりね、それも困るよな。困る、うん、あ、いっぱい書いてたわ。ミミロルさんも私もってやってるそれって DTK さん、小田さんぐるぐる派ですって。お、結構ぐるぐる派多いんですね、うん、ね、いや、みんなぐるぐるやん。ほんとだ、ぐるぐるして踏みつけて投げる。いつにゃ相当なんかちょっと、ね、イラつかれてるんじゃないですかね。精神状態がちょっと半端しくない。ちょっとね、はい、病院にね行ってください。ということで、隊長のですね、おはがきのコーナーでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ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 、はい、ということで、もう半分過ぎちゃったわけなんですけども、本当うちらこのね月末好き勝手やってるね、うん、本当ですよ、すいません、ね、乗っとるよ、うん、乗っとる乗っとりましょうよ、もうね、みんな首でいいんじゃない。いいよ、あのフライデーズなんとかとかいいよね。入ってないよ。入ってないよね。あ、本当だ、これだ。これちょっと問題じゃない。問題ですね。ちょっとこれはちょっと、ね、あの委員会に、委員会にね、ちょっとあれしましょうよ。これチャット画面が消えたっていうね。チャット画面が消えましたね。ちょっと一回ちょっと違うことしますね。はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。私ちょっとこういうのね勉強したの、はい、ね、すごいじゃん。でしょ、今までは速攻でパソコンから煙が出てたのにさ。任せて。うん、任せて。でもチャット全然画面出てこないから。任せて。大丈夫。じゃあ今接続中なの。接続中、まあ、あ、しほらほら、さすが、お、すごいじゃん、しんちゃん。すごいでしょ。頑張ったじゃん。ほら、もう伊達に4年やってないよ。さすが年の子ですね。そうなんです。さあさあ、今日もですね、はい、皆さんなんとゲストさんが来ておられま す。しょうもないんです、今日は特に。今日もね、しょうもないゲストさんです。いらないんじゃない。そうか、いらないかな、うん、いらない気がする、ね、進めちゃう2人で進めるね。、うん、本当に、まあでも出たがりな女の子やから。そうですね、出させてあげようかなと。じゃあお呼びしましょうか。はい、はい、それでは、本日のゲストさんどうぞお願いいたします。どうもしかしてさ、はいはい、大丈夫ね、はい、大丈夫でした。コルネオネさん来てくださった。お、コルネオさん、コルさん、こんばんは、ありがとうございます。もしかして一旦ちょっと画面今おかしくなってます。大丈夫です。おかしい、おかしい、おかしい、おかしいの。ちょっと待って。おかしなかったけどな。あ、おかしなかった？うん。お、大丈夫これ？携帯は大丈夫？携帯大丈夫。皆さん、ね、大丈夫ですか？視聴者さんがね一気に減っちゃったのよ。うん。いつにゃいたんだよ。あ、でも徐々に増えてきた。増えましたね。こっちよ、こっち、こっち、みんなこっち、こっちよ、こっちだよ。こっちだよ。今まだ始まってるんだよ。ごめんね、いつにゃんが出てきたからね、こんなになってしまったからよ。有賀さんのせいなんです。オッケー、みんな戻ってきてくれました。さっきね、チャットがうんだらって言ってるから直してあげようかなと。こういう子もやっちゃった。さあ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 、今日はですね、うん、なんとあの雷調査隊の、うん、針谷いつきさんを、ね、お呼びいたしました。そうそうそう、本当に書いてあるんですか。書いてありますよ、ほら。書いてありますよ。だってこれがっつりボールペンで書いてありますよ。ちゃんとね、だから来たんですもん。そうよ、はい、まあ、ということでね、はい、改めまして、今日は、雷調査隊でおなじみの、はい、針ヶ谷いつき氏を、お呼びしております。はい、ゆみっちがこのタイミングで入ってきていただきました。ゆみっち、こんばんは。ありがとうございます。はいはい、なんかさ、ちょっと待って、これこの3人すごい久しぶりじゃない。ほんまやね。なんか一時期この3人でやってたようなもんじゃん。なんかそうやった、ね、昔と違って挟まれてることにすごい圧迫感を感じるんだけど。そんなことだよ、もう包んであげてるよね、うちらが。もう大きい心で、怖いね、なんか広い心でね。はい、まあ、ね、どう、いつね、入ってどれぐらい？入って、どれぐらいです？1年半ぐらい。いや、じゃあもうすぐ2年。8月で2年になるのか。違う、9月で2年になるんですよ。9月か、そうだ、8月にオーディションだったのね。そう、9月で2年。いや、なんかすごい、なんかさ、いいね、3人ね、なんかさ、
3人が一番いいんじゃない、やっぱ。あ、まあ、ちょっと入ってきてないし。フライデーズなんとかも入ってきてねえぞ。なんとか。ふざけんなよ、ね。これだもんね。だから自分が、ね、出なかったらこれだもん。すごいだよ。すごいだよね。先月は来たのギリギリやったしね。あ、そうだよね。もうこれですよ。もう。そう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 。本当。あかんわ。しおさん、で、おしんえもんが肩から下げてるのは何？あ、違う。夢が詰まってるんですよ。あ、そう、これオーバーオールやね。そう、こういうの。こういうの、ごめんな。いつにゃんにゃんって瞳ママ。あー、ママ。でもママいらないって話に今なってるからごめんね。ごめんね。ごめんね。本当に。お、岩井優さん。岩井さん、こんばんは。そうですね、ありがとうございます。ということで、じゃあ、はいはい、いつにゃんも参加してきたので、はい、してきたので、いや、そうだあれ、あと1個あった、はい、ありがとうございます。ということで、うん、おしんのコーナーに行きたいと思います。あのコーナーですね。はい、あのコーナーに行きたいと思います。皆さん、はい、準備はよろしいですか？はい、よろしいですか？よろしいです。 OK です。ということで、もしね、お名前呼ばれてないとかあったらね、多分全部呼べてるんやけど、あの、ぜひとも言っていただきたいなと思います。お願いいたします。え、配信者がいない状況です、今。DTK さん、あらら、いや、でも今映ってるよね。今、まあ、でも今映ってると思いますよ。映ってる、映ってるよね。大丈夫、ここの問題かな。あ、でも大丈夫、ね、まあまあまあ、続行しましょう。はい、 OK、はい、ということで、はいはい、やってまいりました。今日もこちらをやっちゃいます。はい、ドン。はい、来た、うん、おしんの復刻心理調査。やった、パフ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 。これやりたかったんですよね、前見てて。あ、ほんまに。あ、かいなくさんも、あ、やっと戻りました。あ、ありがとう、ありがとうございます。かいなさい。ということで、はいはい、心理調査させていただきます。久しぶりにっていうか、1ヶ月ぶりになりますね。そうですね。皆さんもね、ぜひとも一緒にご参加していただけると嬉しいなと思います。はい。ではでは、早速、こうやっていきますね。はい。え、ちょっと、もう便乗せんでいいからいいから、みんなかかっていいから。今打とうとしてるでしょ、絶対打たなくていいよ。はい、はい、いきます。あ、しおさん、このコーナー初、本当に。よし、じゃあ行きましょう。はい、あなたの真相心理を暴いちゃうぞ。はい、ということで、おとぎ話の中で、うん、女の子が女神様からもらったものは一体何でしょう。次の中からお選びください。 A、魔法の本、うん、B、輝く指輪、うん、C、かわいいウサギ。あ、ちょっと付け加えようか。ないな。おしんのようにかわいいウサギ。はい、次行きましょう。今日は三択。三択ね。うん、魔法の木、魔法の本ですね。魔法の本。木もらっちゃったら、もう素晴らしいこと。おとぎ話の中で、女の子が女神様からもらったものは一体何でしょうか。うん、次の中からお選びください。 A、 魔法の本、うん、B、 輝く指輪、はい、C、 おしんのようにとてつもなく可愛いウサギ。可愛く見られたいのかね、この人は。よくわかんないですね。痛い。 OK、 さあ、じゃあ先に皆さん言っていきます。はい、ありがとうございます。サラさん、はい、B、はい、ミミロさんだ、 あれとか言って、あ、ミミロさん C、 ありがとうございます。鬼の家さん D、 希望ない。何空さん D、 高価なダイヤない。DTK さんが A でお願いします。 OK、 克行角原さん B、 空さん K、 もう瞳ママ A、 はい、春桃さん B、はい、ヨウミさん B、はい、空さん A、 鬼の家さんが B、 克行角原さんなら C はありえねえ、いや、ありえる。塩さん、おしんえもん×、うるさい。かいなくさん B、 いつにゃんに B、B、 B 多いね。私に輝く指輪くれるらしいですよ、コルさんは。はあ、え、さあさあさあ、皆さんどうですか。ではこちらのメンバーいきましょう。はい、せーの、ドン。 A かな。あ、ここ揃った、はい、A ですね。ガチで、ガチで、ね、ガチで。いや、じゃあ行くね。今日はもうトントントンといっちゃうぞ。はい、お願いします。このテストでは、はい、何が分かるかと言いますと、うん、あなたがどのくらい大人なのかが分かる。ああ、それはもうね。そうね。もう僕と言ったら、ね、そう、僕と言ったら大人だからさ。まあ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 、まあ、ね。では早速、はい、A の魔法の本を選んだあなた。はい。A と答えた人は、うん、精神的に、うん、自立した立派な大人です。ほら来た。な？ちょっと書き直そうかと。しっかり持った友人や、はい、異性と付き合えば楽しく幸せな未来になるでしょう。ほら。ほら、ね、
あのさ、一個言って、あんたらさ、はい、番組のこういうコーナーってわかるやろ長年やってきてるやんか、うん、なんでこうさ、正当なところ行こうとするの。いや、俺ね、じゃあ、ちょっと、もうコロナ禍でちょっとしくったなと思ったんですけど、散々大人っていう風に言っといて、ね、俺、まあまあいいや、ちょっと言って、進みましょう、進みましょう。でも一番多いのは B なのよね、はい、今回、うんうん。じゃあそのね、そんなね、B が多いということで、じゃあ B は、はい、ちなみに B、おしんも B でした、はいはい、B、輝く指輪、うん、こちらを選んだあなたは大人ぶっていますが実は甘えん坊な面があります。頭のいい行動的な友人や異性と付き合うと自分を高められるでしょ。あれ A と同じじゃない、なんか頭のいい友人やとか、うん、あ、これあれだ、どれ選んでもやっぱいいんですか。さすがだな、ね、しんちゃんは、ね、A のね、 A はね、自分の意見をしっかり持った友人、ああ自分の意見をしっかり持った友人、自立してるっていうことでね、そういう人とは楽しく幸せになると、はい、A はね、で、はい、B が頭のいい行動的な人と一緒に付き合うと自分を高められるよと。では C、はい、おしんのようにとてつもなく可愛いウサギC と答えた人は精神的に子供っぽいところがあります。自分より年下の友人や異性と付き合うことによって責任感のある大人へと変わっていくでしょうということなんですね。はい、ということで、あ、でもあんまりシーンそんなにいなかったよね。うん、だから多分おしんのようにっていうのを付け加えたのが間違ってたんだね。みんな嫌だったんだろうな。そう、それが全てのあれですね、うん、あの悪の根源。次いきまーす。はい、いきます。はい、若い男の人が目の前を急いで走っていきました。はいはいはい、はい、さて、うん、どうして走っているのでしょうか。急いでるか、そうだよね、うん、OK、 理由をねこの中から選んでください、うん、はい、A、 どこかに携帯を忘れた、はい、B、 急にトイレに行きたくなった、うん、ママこれやんな絶対なんでや C、 デートに遅れそうだ。これだな。OK、はい、若い男の人が目の前を走っていきました、うん、急いでね、さてどうして走っているのでしょうか、うん、A、 どこかに携帯を忘れた、はい、B、 急にトイレに行きたくなった、はい、C、 デートに遅れそうだ、ということで、はい、ミミロルさんが、うん、C、 塩さん C、ソラさん G、 読まない。 DTK さん D、 もうすぐ雷調査隊が始まっちゃうよ。いや、え、どういうこと。それいい、それで急いでくれてんの。素晴らしいですね。それはいいな。でも大丈夫、携帯でも見れるから。そうよ、どこでも見れるんだよ。ということで、ソラさん B、 克之篠原さん、あ、娘さんもご一緒に嬉しいな。嬉しい、娘さんが A、 うんうん、克之篠原さんが C、うん、あ、 A と C か。あ、でも B も分かれてるな。 DTK さんも B、瞳ママだよ。B、ほらやっぱりよくあるよね。トイレってよう言うもんな。ハルモモさんがよく言ってるから。C、鬼の家さんが A。ではこちらのメンバー、あ、皆さんじゃんで落ち込んでくださいね。うん、せーの、ドン。なんだの、あなたたち。違うよ、だって心理テストでしょ。ガチでやらないでどうするの。まあそうやけど、すごいね。びっくりした。気合ってる。これマネージャー問題ないですか、ね。いや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 。別に裏でね、なんかしてるとかじゃないんで、そう安心してください。ありもしております。素敵じゃん、だって C の答え。まあ、まあ、そうだよね。じゃあ僕もそうし、これ願望だね、どっちかというと僕は。願望ね、うん。遅れないで男の人。そう。はい、お、でも雪ばさきさんが B、はい、コルレオーネさん C、うん、はい、いいね、話あったなって ね、うん、怖っ。トイレに行っといで古くさーって DTK さんが言ってるわ。かわいいですね。はい、あのマネージャーは何番って言っていただいてますね。そらさんが何番なんでしょうね。 A、 C、 C、C、 え、 C、 C、 C なの。いやロマンチック。ロマンチック。うちこれ何にしたんやったっけ。うち A やった気がする。うん、じゃあそのちょっと全貌を明らかにしましょう。はい。OK。はい。このテストでは、うん、あなたが恋愛をどのように考えているかがわかります。ああ、なるほどね。OK。恋愛をどのように考えているか。では早速お願いします。 A、 ヨウミさんも A やったね、はい、鬼の家さんも A、 はい、 A と答えた方、どこかに携帯を忘れたを選んだ方は心配性で片思いの人がいてもこの人と付き合って幸せになれるのか
結婚生活はどうかなど、ずっと未来まで考えてしまい、チャンスを逃してしまいます。もっと今を楽しむことを考えた方がいいですよ。ということでした。これ私なんとなく当たってます。ちーちゃん A だっけ？うん、うち A やって。そうそうそう。さあ、B の。B。はい。はい。急にトイレに行きたくなった、うん、あなた。あなたは真面目で好き嫌いがはっきりしています。うん、どこか冷めていて恋愛も一歩引いてみています。まあまあ。ただそんなあなたは信頼もされておりますので異性からも好感を持たれるでしょう。めっちゃいいじゃん、なんか。俺じゃあ B だな。何を言ってんの？好感持たれるけど自分はあんまり興味ないみたいな。あ、でもそうなのかも。冷静に何事も駆け引きとかも夢は見ないのか。ひーママなんかチーターとか言ってなかった？うん、言ってた言ってた。先週、先月なんかね、うん、恋愛取りに行くときね、言ってた言ってた。取りに行くとき。そうそう。では C。はい。はい。くまちゃん、ね、いつにゃん、そしてあのマネージャージャーマネ。春桃さんもだね。春桃さんも行きます、はい。C と答えたあなたは、うん、強引でわがまぬ。え？先生。先輩。たーたーたー生放送。もう一回行きます、はい。C と答えた人は。強引でわがままなところがあり、うん、異性を独り占めしたいと思います。あまり度が過ぎると嫌われますので少し改めた方がいいかもしれません。そうだね、じゃあ今日から改めたいと思います。え、でも C の方どうやったん？我々強引でもないで。強引ではないよ。いや、ここ強引だけどです、ね、なんでで似てるかもしれない。え、本当に、うん、いや、お奥ゆかしいぜ。奥ゆかしい、ゆかしいぜって。ね、DTK さんがね、じゃあマネーって言って、マネージャーもそんな感じですか？あ、でもそんな気がする。めちゃくちゃ気かけたじゃん、もう。本当、まあそんな感じで、なんか合ってる気がする。恋愛に興味がないのは事実ってハイファントムさん。へー。シオさん、わかんないって。ミミロルさん、この頃、恋愛やら結婚やら、わかんなくなってきたのに、ありえんわ、って。なんか確かに悩んでいいんだと思うよ。絶対悩んだ方がいいと思う、人生だから。こういうさ、恋愛もののやつどんどんやってほしいな。あ、恋愛系の方がいいの？なんか僕のちょっと最近本当どうしたらいいのかってすごい本当に悩んでますので。あの、皆さん、あのお待ちしておりますので、ぜひとも熊川雄大恋人立候補する方はぜひとも雷ドット、はい、こちらまでよろしくお願いします。お見合いしたい。お見合い、お見合い番組でするお見合い。ベストカップルみたいなやつねえ、やろうよ。はい、ということで、はい、参りました。ありがとうございます、うん、おしんの復刻心理調査でした。はい、ありがとうございました。さあさあさあ、まあこの時間になったわけなんですけれども、はい、まあこの時間といいますと、毎週ね、皆さんもね、ご存知の通り、こちらの、コーナーに行きたいと思います。はい、ひーママの、お天気ナウとりあえず参加しろのコーナーなわけなんですけれども、はい、今日はですね、ハリガヤ五木氏が、ね、やっぱりそうなります。そうなりますね。はい、やっぱそうなります。やってもらおうと思います。はい、ということで、じゃあ書き方はどうやって書いたらいいのかな、いつにゃん。ですね、はい、括弧の中に県名、そしてその後に天気を書いてください。めっちゃてめっちゃよろしくお願いします。いいね、いいね。わかりやすいじゃ、わかりやすいけどね。はい、これで括弧の中に、自分が今住んでるところ、今いるところの県名ですね、うん、と、お天気、晴れとか雨とか曇りとか、今のお天気を空を見上げてロマンチックに書いていただけたらいいなと思います。いいね。そしてその後、針ヶ谷五木さんのもう独自のね、独自の視点で、はい、超面白いね、独自超面白い、超面白い天気予想を、していただきます。ぜひとも書き込みよろしくお願いします。はい、カメナクさんがさっきのね、あの心理調査でね、うん、独占欲とかないしって。でも独占欲がない女性って素敵よね、ほんとね。遊びたいんだね。いや、でも、わし、わかんない、束縛若干されたい人かもしれない。結構そういうのあるわ。されたい、束縛されるぐらいの方が安心はできそうだけど、そうそうやな、増してくれないだろうね。私に興味のない人ばっかりだったら。そう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 。あ、ちょうど消えたからね。はい、ということでありがとうございます。はい、え、ミミロルさん別れたい本音あかんよ。何何、だってミミロルさんは5回アタックされて付き合って。あ、そうよそうよそうだよ。ダメ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 、本音ってなんでそんな
まあでもな、いろんなことあるかもしれんからな。ゆっくり話そうか、今度な。そうね、ゆっくり話そう。ゆっくり話そう。あ、はい。ちょっと。はい、では早速、はい、読み上げたいと思います。ありがとうございます。DTK2012 さん、うん。兵庫県神戸市。曇り。曇り。はい。昼間は風が強かったですと。はい。うん。そらさん。世界の富士山がある静岡県。いいですね。天気教えてほしい？欲しいの？しょうがないな。ちょっと見てくるから待っててね。やっしょばーやっしょばー。はい、勝之野原さん、愛知、名古屋市。愛知。はい、曇り。カエルはわ。気温24度。ぬるーい風。ね、うん、わっとしてるよ、今日。ね、春桃さん。春桃さん。福島県。曇り。曇り。福島県。うん。オーケー。そらさん。世界の富士山が見える静岡県。どうした？天気教えてほしい？欲しいの？しょうがないな。今から打ち込むからちょっと待ってて。早くしろよ。今打てよ。ほんまやね。塩さん、愛知県新城市、曇り。はい。テスト終わったんで、心の天気は雲一つない快晴。いや、わかる。気持ちすごいわかるね。明日は部活の一日練習、その後習い事の新体操。すごい。総運動時間11時間。へぇー。すごいね。すごいね。すげえわ。瞳ママだよ、はいはい、神奈川県横浜市。うん。晴れ晴れ。いいね。いいね。はい。晴れてんだ。ね、どうしよう、もうさっと読むな。サラさん、世界の富士山がある静岡県。今日はカートに乗ってたらトゲゾウコーラにやられボッカーンと最悪だったので星一つ。天気はって曇ってるけどなんか文句ある？ただし長すぎるという文句は受け付けません。はい、ね、この空気、この空気よ、この空気。でもね、制覇したね、あなた。でもね、いやでもね、本当にね、すごい、毎回俺ね、思うんですけど、空飛ぶのはすごいよ、この打つ速さと。ね、あ、なんか最初の頃に準備してるっぽかったですけどね。あ、そうなんですか。そうそうそう、コピペですよ、コピペ。コピペだし。バイバイ。でも、そうやって準備してくれると嬉しいね。いや、それ嬉しいよね。あ、ゾロキさん入ってきてくれなさってる。ゾロキさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。ということで、ヨウミさん、東京板橋。はい。まあ、晴れだけど、ちょっと雲は多めかな。うん、あ、どっち？でも晴れって言うんかな。ハイファントムさん、大阪府大阪市、曇りです。はい、はい、2時間前ぐらい雨がパラパラと降ってました。関西雨降ってんねや。降ったりもしてたんだ。奈良県、あ、海脈さん、奈良県、はい、曇り。今夜はちょい肌寒いかな。なんかでも日がなくなって突然冷えませんでした。冷えた。確かにそれはあります。今日の朝もね、すごい寒かったんですよね。冷えてるよね。はい、鬼の家さんが福岡県、曇り。はい、ありがとうございます。ミミロールさん、岩手県北上市、今日は曇り。昨日と違って肌寒い。相変わらず病気がどうしたらいいのかな。あ、そう、ミミロールさん、ありがとうございます。はい、おはがきいただきました。お手紙ちゃんと、あ、こっちは大丈夫やな。お手紙ちゃんといただきました。ありがとうございます。すごいパワーをね、いただきました。うん、嬉しいですよ、本当に。うん、そうやってなんか、ね、気にしないことが大事よ。思ってくださるっていうのすごい嬉しいよね。本当、ありがとうございます。うん、嬉しいな。ね、コルさんがね、埼玉県南部、曇り。曇り。ズルキさんも埼玉県だって、和光市、曇り。曇ってるね。うん、やっぱね、天気があんまり芳しくないのかな。ちょっとはじめまして、ちょっとこの間にね、はじめましての方が。何？ハリトンハルコ。ハリトンハルコさん。ハリトンハルコさん。はじめまして。はじめましてですよね。はじめまして。あの、お住まいはどこに住んでらっしゃいますか？どこに住んでますか？はい、何県で。ごめんなさい、こんなんで。あの、括弧の中に県名を書いて、今のお天気を書いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。入学おめでとうございます。違います。はい、ありがとうございます。嬉しいな。よろしくお願いします。はい。はい、あ、ゾルフさんがね、今日はネットの調子悪かったからアーカイブで見ますと。ありがとうございます。嬉しいな。村正さん、北海道。北海道。北海道、道中県とか読むかな。現在は曇り。曇り。妙に気温が低い。ああ、そうなんだ。はい。ね。スラさん、空気すごいだろうって言ってるわ。ミムロさんが暗い内容で申し訳ないです。全然よ、あのお手紙。あ、ねえねえ、いやいやいや、そんなことないです、うん、そんなことないですよ。あり
がとう。あのね、あの私聞いたのはね、あの違う方に聞いたんですね。あのそらさん静岡です。 DTK さん、あ、じゃあ塩さん愛知県です。 DTK さん兵庫県です。さすがね、井上さん福岡です。みんなさすが、勝さん愛知です。君ママだよ、兵庫出すって。あんたらすごいな、肝心な人が。あ、いや、あ、ミャンマーさん、ミャンマーさん久しぶりじゃない？お久しぶりですね。ミャンマーさん、ありがとうございます。沖縄、沖縄、沖縄今どうですか？そうです、あ、沖縄知りたい、知りたい。沖縄の天気を教えてください。沖縄もこの時期は本当ね、荒れ模様とかすごいでしょ、ね、やっぱ天気悪くなっちゃうのかな。うーん、ね、ぜひとも打ち込んでください。こういう感じで今パッと入っていただいても全然大丈夫なので、そうですよ、本当によろしくお願いいたします。私この件ですよっていうポーズだけでもね入っていただければね嬉しいんで、よろしくお願いします、はい、とりあえずあのもしあのミャンマーさんね打ち込んでいただいたらそのままね皆さんじゃんじゃん打ち込んでてくださいね。でも一応出揃いましたんでどうぞ。よし、じゃあよし、張り返し、出揃いましたね、はい、ちょっとずれようかね。東京と神奈川は晴れてます。うん、あと曇ってます、うん、え、あそこだけ晴れてんの？そう、ガチでここだけ晴れてて、全部曇ってますね。全部曇ってて沖縄次第なんですよね。残念ながらちょっと沖縄がわかんないから、ちょっと明日の天気とかちょっとよくわかんない感じ。ちょっとちょっと頑張れよ、頑張れよですけど、今きっとミャンマーさんはめっちゃ頑張って売ってくれてるんですよ、うん、ね、あのね、いつにあのこの困った姿いい ね久しぶりだね、こういう困った姿、ね、そんなんでいいの？それで面白いこと言ったんですか？あ、そうだね。それで、それ、あ、うん、あ、もう彼女満足してるのかな？いやいやいや、そうじゃない。これですか？これ。そうじゃないっすよ。そんな感じで。どっかのリーダーの感じが。もっと長いよ。あ、じゃあ、はいはい。じゃあ続けよう。じゃあ続けよう。そうですね。本当にね、いつにあの独自のね。ですね。カラオケに行ったら明日晴れます。どっから聞いたとそれ。カラオケに行ったら。そう、カラオケに行くとやっぱ気分も盛り上がるので、ちょっと気分を盛り上げて天候さえも変えてしまおうっていう、そういう明るい気持ちで生きていきましょう。どうですか皆さん。よかった、よかった。どうするんですか、だって。なんかすごいみんな点点点点点。私の心も曇ってますよ今。すごいね、画面固まるとか、いつには固まるとか。いっぱい書いてるわ。あ、すごい。そう、みんなすごいね。みんな嘘だろ。すげえわ。嘘だろ。じゃあ、本当、あ、じゃあ、じゃあ最後に、じゃあもうね、この季節をね、このジメッとした季節を弾き飛ばすぐらいの一年のすごい本当になんだろうな、あのね、あの好きなコメントじゃなくてさ、やっぱコメント言っていただいて、みんなにあのなんて言ってほしいかっていうのをさ。うん、なんかその元気が出るちょっとコメントをしていただいて、みんなね、あの可愛い声でコメントしていただいて、それで終わる。可愛い声で、あ、うん、じゃあ皆さんにね、最終的にあのズビーみたいな感じでパワーを上げてって、本当にみんながもう、あ、今日もちょっと頑張ろうとか明日も頑張ろうって思えるぐらいのね、はい、気持ちになるぐらいのちょっとね、あのメッセージを綺麗に締めてください。このコーナーを綺麗に、ね、締めてくださいね、はい、ひいままのコーナーをね、ドロドロ塗らないようにねじゃあそれではいきます。どうしよう、マジでかほらほら、みんなほら、はい、マジでか短パン姿がキュート、うん、だろ、うん、じゃあ最後ほらバシッと締めてようか。じゃあ、あよし、汗が尋常じゃない。じゃあお願いします。オッケー、じゃあみんなにね、メッセージをよろしくお願いします。さあどうぞ。雷調査隊はみんなを応援してるよなんだよこれなんだよこれいや、まあまあね、いいですよね。いいですよ。ちょっとは伝わったんじゃないかと。伝わった。いや、でもなんかいいね。汗やべえ、マジで。でもね、なんか、いつにあんのさ、このテンパリ感、ちょっと久しぶりなんじゃないですか、皆さん。ね、本当に。よかったね。よかったよね。いいと思います、はい。ということで、あのね、今日も本当に思ったんですよ。チャット調査隊の皆さんが、すごく優しくて、すごくチームワークいっぱいだなと思って後半全然優しくなかったんですけどねそうでもね、もうめちゃくちゃ嬉しいなと思っております、本当に、うん、なので、8月の2日やりますね。8月の2日何するか分かりますか？おーおーおー、あれか、もしかしてまたあのね、企画を再び、はい、はい、そうですね、ということでね、8月2日は金曜日ですか？金曜日です。8月2日の金曜日にですね、またね、再び、はい、100人チャッター祭りを行いたいと思います。はい、はい、前回がですね、まあ去年のね、
一番最後の放送でやったんですけど、うん、やりましたね、64、4名様が入ってきていただいて、まあ、一応ね、あの某ちょっと某ね先生は越したんですけどもね、某教授は越しました、はいはい、次はね、ちょっとね、NASA を超えてやろうと思ってですね、はい、こちら8月2日金曜日ですね、100人チャッター祭りをまたね、はい、開催したいと思いますので、はい、ぜひとも皆さんね、ちょっとね、お知り合いの方とか、ね、いらっしゃいましたら、もう本当にこのね、チャッターさんをね、100人で埋めちゃいましょう。そして、コルさん、はい、誕生日やって。そうですよ、コルさん誕生日ですよ。ね、はい、ここで誕生日を祝うしかないじゃないですか。そうですよ。どうしましょうか。そう、雷のはこれ、うん、あの最後っていうか、はい、この週が締めくくりなんですよね。あの4年目のコーラスがここで、はいはい、こっから次5周年目に突入するので、ちょうど最後の締めここでやっぱ達成したいので、すげえ、皆さんと一緒にこの時間、あのしんちゃんのね、坊主になるか坊主にならないかかかってるんでね。いやもうぜひとも皆さん、そんなん見たがるからさ、あ、そうか、ゼロだったりして、ね、そう、それ困るんで、ね、まあ本当に皆さんね、ちょっと周りの人にお声かけとかね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、本当にね、今日は本当あのゲストありがとうございました。 ありがとうございました。はい、予想の感がすごい、はい、来週からはまた通常の放送になります、うん、そうですね、また月末はこんなだるだると皆さんとお話できたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは、本日も1時間本当にありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来週の金曜日19時にお会いいたしましょう。雷調査隊でした。さようなら。バイバーイ。